育ちの町田正弘と言います、今回私が代表してこの横浜ベイエリア写真展というものを企画し今日開催いたしました。メンバーは全員の出展者が10名でして、5名は昔からの写真仲間でして、あと5名はフェイスブックで知り合った友達でございます。この写真展を着手したのは4ヶ月前からでございまして、横浜のベイエリアを歩きながら皆さんで撮影会を開いて、月に1回ごとで4回撮影会を開いて、その成果をここに展示させていただきました。横浜のベイエリアといいますと、山下公園とかみなとみらいとか八景島シーパラダイスとか、そういった観光地が有名ですけども、鶴見区とか神奈川区とか、磯子区とか、そういった海辺はなかなか人が来ないけども、古い倉庫や町並みや古い引っ込み線などが残っていて、なかなか我々中年にとってはノスタルジックで非常に味のある風景なので、そういったものもたくさん集めて今回ご覧いただきたいと思います。14年前に町田さんに初めて、現在象の鼻のところが、昔はだるま船とか古い建物があったんですけれど、そこで撮った写真を今回友人にプリントしてもらって出しました。よろしくお願いします。町田さんからお誘いいただいた平野雅子です。私は静岡県出身で、横浜というと青い海という印象があったので、青いシリーズを3枚選びました。私は今年で77歳になるんですが、こういう写真の個展というのは生まれて初めてでして、しかも横浜ベイエリアというのもほとんど撮ったことがなくて、町田さんのおすすめでもってど素人で参加させていただきまして、非常に皆さんの足を引っ張っているんじゃないかと思って恐縮に思っておりますが、いずれにしても一生懸命撮りましたのでよろしくお願いいたします。本間美奈子です。別名さんこです。今回は主催の町田さんにお声掛けをいただいて、
このベイエリア写真展に参加させていただいてます。今回というか普段はゴミとか廃墟とかジャンクばっかり撮ってるので、今回そうだな、横浜のいろんなこう風景があるよっていうのでいろいろ迷ったんですけれど、ちょっとその中でたくさん撮りためた中でも自分らしいのは何かなと思って、今回この3枚をおじさんを中心に選びました。